ベストオブザスーパージュニアは俺にとって特別な大会だ。っていうのも、初めて新日本に参戦した大会がスーパージュニア。手だけじゃなくて、こんだけの相手、こんだけの人数、こんなリーグ戦、世界的に見てもないだろう。俺にとってな、このシングルのトーナメント、俺のイメージ、俺の印象を変えるいいチャンスなんだよ。俺はよ、この間の高田一マニアの試合で、関西ジェーン、本間朋晃、お前らができないようなルールでやって、自信ついてんだよ、お前らが休んでる間に、俺は一足早く火つけさせてもらったからよ。俺のモチベーションはめちゃくちゃ高いぞ。アドレナリンドッパドバだよ。内容も結果も全部ひっくるめて、俺が主役になる以上。